エルンスト・オイレンブルクはドイツに起源を持つ楽譜出版社であり、現在はショット社の一部門となっている。黄色い表紙のミニチュアスコアで知られている。1874年、エルンスト・オイレンブルクによってライプツヒにて創立。当初はピアノ教本や軽音楽、男性合唱などの楽譜を出版していた。1891年、 ミニチュアスコアの出版を手掛けていたペイン社を買収することにより、クラシック音楽のミニチュアスコアの出版に乗り出した。さらに1908年に英国のドネージャウスキー社を買収することにより、カタログの幅を広げた。1905年、エルンストの息子、クルト・オイレンブルクが入社し、以来1968年に90歳で引退するまで働き続けている。 エルンストの死後クルトが後を継ぎ、アルフレート・アインシュタインやフリードリヒ・ブルーメラの一線の音楽学者を招き、それぞれにモーツァルトのドン・ジョバンニやピアノ競争曲の編集を依頼し、それと同時にポール・グレーナーといった同時代の作曲家や映画音楽の作曲家ロージャの純音楽作品などの楽譜の出版も手掛けるようになった。1939年、 第二次世界大戦の直前にドイツを逃れチューリッヒへと移転。さらにオイレンブルク社ロンドン法人グッドウィンタブとの交渉の末会社はロンドンへと移転。1945年終戦とともに来るとオイレンブルク本人もロンドンへ移住し再びカタログを広げ始めた。1950年代末ショット社に買収される。現在 ショット社の楽譜出版事業の一部門として、オイレンブルク版と呼ばれる楽譜が出版されており、総カタログ数は1200点以上に上る。ありがとうございます。